ジョージは、1960年制作、公開のイタリア・フランス合作映画。ミケランジェロ・アントニオオニ監督、ガブリエル・フェルゼッティ、モニカ・ビッティ主演。外交官の娘アンナは、倦怠期の恋人サンドロ、親友・クラウディアと共に、ヨットで、地中海に出る。立ち寄った小島で、突然と姿を消したアンナ。残された二人は行方を探す旅に出るが、 次第に、親密さは増し、やましさを覚えながらも常時に吹ける。やがて、アンナのことを口にしなくなった二人には、新しい恋が始まるかに見えたが、後に、愛の不毛三部作と呼ばれることになる、作品群の第一作。公開当時、観客の期待を裏切る、不に落ちない結末で話題となり、行方不明のままのアンナに出頭を呼びかける、新聞記事も出たという。 1960年のカンヌ国際映画祭で審査員賞を受賞している。カッコ内は日本語を吹き替え吹き替えは上記のほか1983年7月9日にウィークエンドシアターで放送されたテレビ朝日版も存在する。ありがとうございます。